ポイント。僕はおはようございます。皆様はこんばんは。っていう、まあ、アンバランスな、ね、人間がアンバランスなこと言ってますけども、アンバランスでもデンデランスでもね、コンデランスでもいいんですけども、アンチェイジング、ね、僕がいつも言うてるアンチェイジングですけども、皆様はどのような見解があるでしょうか、人生観があるでしょうか、価値観があるでしょうか。これね、僕の得意分野であって、一番ね、やっぱり皆様に、興味津々に聞いていただけると思います。もちろんね、頭の頭皮のこと、頭皮こうしたらね、頭皮にダメージを与えるということは、もうすでに、口述しておりますし、ね、今日という日は、人生で残された自分自身の最後の日、ね、自分自身の本日っていう若い日なんですよね。若い、明日になったら老けてる。ね、昨日の自分じゃなくて、明日が老けてる。今日が一番若い日。イコール、今日っていう日は、昨日の成果、ね、昨日の貯蓄した、ね、成果が本日現れてる日なんですよね。眺めように寝る前の携帯ね、寝る前の携帯ね、10分見た携帯時間っていうのは、次の日にね、死ぬほど寝たかった10分なんですよ。昨日っていうのは、とね、携帯っていうのはやっぱりね、カフェインの効いたコーヒーと一緒で、覚醒するんですよ、目がね。だから、寝る前の30分ぐらい前はちょっとね、極力やめた方がいいと思います。ね、それをしなければ、仕事に、影響を与えるっていうね、ライフスタイルの方はまた別に話にして、それは僕は寝る5分前まで見てしまうことがあります。ただ見てしまうことと見ないかった翌日っていうのはまあ運命の差ですわ。やっぱりね、寝てても脳が覚醒してるから、なんかね、目がね、起きた時違うんですよ。体はね、まあシャキッとしてるけども、脳がやっぱりね、なんかね、おぼつかへんっていうのがありますね、やっぱり。それは、やっぱり、寝てる間に、寝てる間に、これちゃう、寝てる間に、熟睡してるかどうか、眠りが深いかどうか、ノンレム睡眠か、レム睡眠か、っていうことですよね。で、朝のね、ルーティーンは、僕は5時55分に起きて、そっからね、ストレッチしたり、まずは携帯確認ね、昨日のこと。確認してからルーティーンに入るんですけども、ストレッチから始まってね、ストレッチから始まって、逆立ちします。逆立ち腕立てします。それは肩の筋肉のためもあるけども、筋トレすぐに、やるんですよ。これ一番大事なこと言いますよ。脳に血を送ってます。脳に血を送って、リンパを上げてます。脳に血を上げるっていうのは逆立ちしか無理なんですよ。まあね、前屈したりとかね、それに近い角度にしてすればできますけども、それで、脳に上げてます。で、そしてね、そこからね、顔を洗いますけども、顔、皆さんこれね、ちょっとね、一番今日言いたかったことですけども、顔を洗うときに、水で顔を洗うっていうのは誰もがやることですわ。誰もがやります。誰もがね。特に日本人はそうなんですよ。例えばね、ヨーロッパとかはちょっとね、カルキとか塩素とか強いから、結構ね、きついんですよ。日本は、まあまあ、マシですわ。ね、良質な水ですわ。殺菌されたね。ただ、塩素とカルキが入ってるから、それをね、肌に当てたら、かなりのね、負担がかかりますよ。毎日毎日。それが積み重ねね。一回二回やったら構わへんねんけどね。一回二回やったら構わへんけども、それが、やっぱりね、長年蓄積したら、肌は荒れます。僕もね、そんな肌は綺麗じゃないんですよね。肌は綺麗じゃないんですよ。肌が、綺麗じゃないけども、心が綺麗なんですけども、自分で言わな誰も言ってないからね。肌はね、やっぱり昔ちょっとね、やんちゃらな変なことしてたから、そういう風になってくるけどもね。ただ僕やってることを言いましょうか。
まあそんなに高い化粧品は使わないんですよ。化粧品ね。あ、化粧品ちゃう。化粧水ね。うん。それも乳液が混ざってる化粧水なんですけども、それをまあ2プッシュして顔にかけます。なじませます。そしてそこで、顔を洗うような動作にして、そこで、なじまして、タオルで拭きます。うん。めめくそね。めめくそ。その前にやっぱり大事なことは、鼻くそが溜まってるからね、やっぱりね。鼻くそっていうのは、昨日の間に粘膜がね、覆って、ホコリとかから、粘膜を守ってくれますね。その液体が出るんで、それが乾いたら鼻くそになるんですよ。うん。で、それを除去するために、ふーん、ふーんってやって出してから、水でね、まあ、ちょっと出してからあんまり水つけんようにして、西村さんです。はい、西村さん。うん、で、粘膜につけないようにして、粘膜につけへんちゃう。粘膜ちゃう。何やったっけ。あんまり肌につけないようにして、極力ね、水をつけないようにして、鼻をピン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 ふんってします。うん、で、顔を拭きます。ただ、ここで要注意なのは、ゴシ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 拭いたら、肌が荒れますので、そこでタオルで、ポン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 と、ポン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 と。で、まつげとかにめめくそついてますので、そこをこう、こうってこう、うまいことね。これは、自分でやって、ね、やってればわかります。ね、ノウハウがわかりますので、ピュ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 ってこうね、めめくそを、取ってください。で、パン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 ってしてから、そっから、もう一回化粧水をつけます。うん。で、それが下地ですね。だから、ツープッシュで、顔を洗ってるんですよ、要はね。ツープッシュで。そうじゃないと、肌が、そしてね、危険なんですよ、危険。うん。水、一回二回やったらいいけどね。それが、やっぱ長年蓄積したら、やっぱりね、荒れてきます。なんでか言ったら、塩素とカルキなんですよね。これは水道水に含まれてます。なんでかって言ったら、水をね、洗浄力が除菌してるから、うん。日本の水は安全やからね。うん。そこを除菌してるから、それがあるから、うん。蓄積したら、ね、1回、2回、3回、10日とかではまあ大丈夫ですけども、まあ個人差にもよりますけどね、1回、2回であかんという人もあるから、そこなんですよ。顔を洗うことは大事ですけども、その水ですわ。うん。それね、僕、シャワーはミラブルプラス使ってます。うん。だから、水、シャワー出るときには、ろ過された水、うん、塩素、カルキを除去された、99.9 じゃないけどね。うん。除去された水で、お風呂は洗ってるから、まあまあ顔は大丈夫なんですよ。うん。ただ、水道水のとこも、裕福の方は、ちょっとね、ミラブルにされてる方もいらっしゃいますし、まあ、浄水器とかでもね、洗ったら、まあ、マシですわ。うん。ただ、洗面所まで浄水器つけるっていうのは、浄水器つけるのはやっぱね、アタッチメントとかいろんなね、出てきますし、自分なんかこう、ビューってこう、ね、賃貸やけども、独立洗面台をね、自分好みの三面鏡に変えて、ガチガチに変えて、ナルシストの羽、またそれはインスタとかで、貼りますけども、ガチガチに変えて、やってるから、ホースがこう、ビューって出てくるタイプやから、浄水器つけられないんですよね。まあ、根元から変えたらいいんでしょうけど、そこまでちょっとね、まだちょっと、余力がありません。ちょっとこの YouTube の方にね、お金を向けたいなと、3万円しか貯金がないので、うん、ガッっていうんでね、3万円にやりくりします、貯金をね。で、そのね、2プッシュ、まあ、もしくは3プッシュでいいけども、それで肌が守れるんですよ。これ、気づいてる方って少ないと思いますよ。うん。化粧水。日にちの方間違えまして申し訳ございませんでした。ミニーちゃんなってる？日にちの方間違えまして申し訳ございませんでした。ミニーちゃんなってる？ピンポン。ピンポン言うたん？ピンポン言うたん？ピンポン言うたん？ボンピーボーイ、お前ほんまこどうせんといた。いいんですよ、別にね。全然安いのいいんですよね。洗うのね、2プッシュ、3プッシュ、3プッシュ、4プッシュがちょっとね、その顔面でかい人はまあちょっとあれやるけど、
でもツープッシュで押さえるようなやり方が全然あるんですよ、うん、それで僕は顔を洗ってます、うん、これがいいか悪いかっていうのはまた別の話ですよ、うん、その人のね個人差にもよるし、いい悪いかっていうのはやっぱりその人の個人のね見解もあるし、ただ僕はそれをやって今この顔テカテカでしょ、ツルツルでしょ、うん、それをやり続けてるしね、うん、なんですよね、うん、それが、一つですわ。でそこからね、またいろんな、キリン堂さんで購入してるね、キリンズさんのものっていうのもありますけども、うん、それはまあまあちょっと別の話して、それをやって、やってる、化粧水でね顔を洗ってます。なんて、贅沢のじゃないんですよ、贅沢じゃないんですよ。ツープッシュで抑えているように僕はこの10年間で得たノウハウなんですよ。ツープッシュ、うん、ツープッシュでこんなの言うたら、まあ、750か、まあ、500か、ね、何ミリかはちょっと分かりませんけども、うん、それをやってます、うん、それが正解か不正解かっていうのは、あ、まあ自分で分かりますわ、うん、考えてみてくださいね、顔を洗うことが大事です。顔を洗ってください。ただ皆様は、十中八九っていうのかな、うん、ほぼほぼ水で顔を洗うっていうのが普通やと思います。それが普通なんですよ。僕も自分で気づくまではそれが普通でした、うん、ただある時に気づいたんですよ。これちょっと赤のちゃうのか思ってね、うん、日本はまだマシですけど、ほんまにね、欧米もそうですし、韓国もそうですし、中国もそうですし、水っていうのは結構やばいですわ、うん、結構やばいです。ただね、死んだ時も綺麗にいたいじゃないですか、死んだ時もね。ただちょっと面白い話したら、皆さんは幽霊信じますか？幽霊、うん、幽霊、まあ宇宙人はいるかいないか分かりませんけども、僕はいてもいいんじゃないかなと思います。ただ幽霊だけはいません、うん、はっきし言っていません。それは 100% じゃないけどね。でも考えてください。人間の歴史っていうのは、まあ約今10万年ぐらいかな、うん、地球はこうできてね、ビッグバンがあって地球ができて、でそこからね、ホモサピエンスのようにこう虫から始まってビューってこうね、猿みたいなこうなってきていますけども、その中で生きてきた人間とね、死んだ人間、死んだ人間と今生きてる人間、今まで死んできた人間と今生きてる人間っていうのは、シーソーゲームじゃどうですか？こうでしょ？死んだ人間と今生きた人間、こうかこうかこうか、死んだ人間と生きてる人間、こうなるんですよ、うん、死んだ人間の方が多いのにね、なぜそのね、死んだ人間全員出てこないのかってね、例えば犬とかキツネとかクマとかね、虫のね、バッタとかカマキリとかアリさんとかね、そういう幽霊出てきますか？出てこないんですよ、人間だけでしょ。それももっと言うたらね、なんで家族の元とかに、好きな人の元とかに出てこないんですか？その例えば自殺したところ、交通事故で死んだところ、殺されたところ、その場所で自爆霊として出てくるんですか？例えばね、今度は天国地獄があったとします。そしたらそのね、とこから現世戻ってくるっていうだけのね、力と根気と強さがあるんであったら、なんで家族のもと、もしくは殺した人間のところに出てこないのか？ほとんどがね、違うとこばっかり、人のとこばっかり、他人のとこばっかり出てくるでしょ、うん、そこまでで、おかしいこと言うたら、まあおかしいんでしょうけども、うん、そういうところに出てきてもいいし、なんで、うん、虫とかの幽霊は出てこない、人間だけやっていうのは。だから人間っていうのはそんだけ、思想能力があってね、考える力があるから、偶想っていうのが導き出した答えなんですよね、要は、うん、幽霊は人間が考え出した偶想ですわ。霊感とかそんなんないですよ、多分、うん、それはあるかないかっていうのは、それもそれも分からへんけどね、わかるかわからへんか、それはね、うん、で宇宙人なんかね、言うたら、まあ例えばね、いっぱいこう
目撃とかされてるけども、なんで目に見えるような大きさなんやっていう話なんですよね、うん、例えばで言うたら、そうだ、大気圏ね、地球の引力ね、ありますわ。それをくぐり抜けてくるんやから、うん、ということはこういう大きいものね、人間ぐらいのもの大きさでは到底無理ですよね。まあ、これを言い出したときには、ほんな目に見えへんだけのちっちゃさっていう宇宙人やったらいると思いますよ。うん。そこまでね、進歩してるんやろし、科学とね、力学が。まあね、それも言い出したら気にないですけどね、こういうスペルマ的な話は、オカルトチックな話はね、別として、今できることっていうのはやっぱりね、一つ一つのやっぱり努力ですわ。うん。ただ、努力は何回もね、誰でもできます。ね。知識も誰でも振りかざせますわ。大事なのはそれをね、努力をしたその先の継続、そして知識を進化した知恵ですわ、知恵、うん、これを身につけるようにすればもっともっと自分のね、人生楽しく生きられるやろうし、自分の体のメカニズムをね、分かるようになれば分かると思います。それがね、おのずと出てきますわ。そしたら毎日毎日ね、笑顔で生きられるやろうし、笑顔があれば余裕やし、余裕があればまた人間関係もね、良好になりますし、うん、と思いますね、うん、今日はね、その顔笑いから始まって、うん、何をか喋ろうか思ってないけども、今日もやっぱりいつものことをやってることをね、いつものことを喋ったらちょっといいんちゃうのかと思ってね、うん、いつもやってること、ほんの些細なこと、うん、僕がやってることをね、このこだわったとたどり着いたこと、うん、究極のね、オタクなこと、うん、を僕は喋りました。はい。それを皆さんやられるかやられないかっていうのは、まあ自分で決めてください。僕はそれやってることです。で、この若さを保ってます。はい。本日もありがとうございました。頑張りましょう。ご安全に。ありがとうございます。